YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。日本のフジテレビが韓国関連の特集番組で韓国人へのインタビュー内容について実際の発言と異なる字幕を流したことが29日までに分かった。問題の番組は5日に放送された金曜プレミアム池上彰緊急スペシャル。番組は知っているようでよく知らない韓国の謎をテーマに扱った。番組では韓国人に日本について話を聞くためソウルで行った街頭インタビューの様子も放送された。インタビューではある女子高生が韓国語で文化がとても多いです、そして外国人が本当に多く訪問しているようですねと語ったが字幕は嫌いですよ、だって韓国を苦しめたじゃないですかと流れた。この女子高生が実際に字幕と同じ内容の発言をしたもののフジテレビ側のミスで別の映像に字幕をつけたのか、または悪意を持って虚偽の字幕をつけたのかは把握されていない。日本のニュースサイトバズ AP はフジテレビと同番組の解説者の池上彰氏が明確な釈明を行う義務があると指摘している。女子高生の字幕については放送倫理番組向上機構 BPO にも意見や苦情が寄せられている。